魂あるものの愛を信じてる。2000X 年、南米アマゾンに突如出現したランサント遺跡群は強力な電磁波を発生しており、国連の調査隊さえもその前には無力であった。数年後、調査に向かったドクター・ワイリーは遺跡の中心にある謎のピラミッド、月の神殿でスーパーコンピューターラムーンと出会い、そのパワーを利用し電磁波による地球征服を宣言したのだ。それを知ったロックマンたちは月の神殿へと向かった。この地球を守るために。証拠にもなく国連軍がやってきておる。無駄なことを。な、何？ダメだ！操縦不能！メーベ、メーベ、こちら国連308飛行部隊！世界最高のコンピューターによって世界最強のロボットを完成してみせる。
我が国連軍の主力飛行部隊がランファント遺跡軍からの電磁波により途中で墜落、全滅した。クイックマン、君の分も頑張るからね。この地球を守るためにも。これは、ドクター・ワイリー。2週間じゃ。2週間以内に全ての国はわしに降伏せよ。ライト博士。ロック、私のコアが破壊され、私が本当に消滅してしまっても、ドクター・ワイリーを憎まないで。ロール、憎しみからは新たな憎しみしか生まれないわ。人の、いいえ、ロボットの意志あるものの、魂あるものの愛を信じて。危ない。ロックマン、油断するんじゃない。ここは敵の本拠地だぞ。ありがとう、ブルース。でもなぜここに？この地球のピンチにお前一人では荷が重いと思ってな。じゃあ一緒に戦ってくれるんだね。ああ、しかし俺は俺のやり方で戦うさ。一人が性に合ってるからな。あっ！行くよ、ビート。ビビー。すごいもんだな。ビビー。え、たくさんの敵が近づいているから逃げた方がいいって。あ、ピピーの大分だ。ビビー。うわ、前が見えない。ピピーだ。逃げろ。よくもシャドーマンをやったな。お前は奴のコアまで破壊した。奴はもう再生できない。俺のたった一人の親友だったのに、敵討ちだ。俺と戦え。危ない。あウッドマン。よくもシャドーマンをやったな。お前は奴のコアまで破壊した。奴はもう再生できない。俺のたった一人の親友だったのに、敵討ちだ。俺と戦え。ピー。ガー。完全に破壊したんだ。この野郎。戦え、ロックマン。今地球を救えるのはお前しかいない。勝負だ、ウルトマン。よし、そうこなくちゃ、ロックマン。うわ、ありがとう。ビー。さ、行くよ、ビート。ビー。
左は遠回りかな。よし、近道をしよう。やった。ビー、岩山が崩れたぞ。あれは回復アイテムだ。これで元気が出たぞ。うわどうすこい、またサブロー大。何？ロックマンを倒して玉サブローになるぞ。よし、またサブロー行くぞ。来いロックマン。次の敵が来ないうちに先に行こう。ビー、ビビビー、用心してこっちを行ってみよう。古代の遺跡だ。王様が生きていた頃の庭みたいだ。うわあ！エアーマンか。行くぞロックマン。ビビビー、用心してこっちを行ってみよう。古代の遺跡だ。王様が生きていた頃の庭みたいだ。エアーマンか。行くぞロックマン。あ、アイテムボックスだ。情報カードが入っている。いや、ここで迎え撃とう。ん？あ、ピピの大群だ。ピピエアーシューターチップだ。ピー、さ、行こうビート。ピピー、ずっと続いてる。当たれそうもないぞ。ピピピー、ん？まずい。こんなところで奴らに体当たりされたら底なしの地割れに落っこっちゃうよ。ピピー、あ、
ピッケルマン、よし、ロックバスター。ピーピーピー、やったね。また来た。もう力がなくなってきてるっていうのに、もう逃げちゃえ。ビート行くぞ。警備が厳しいから待った方がいいって。でももう時間がないんだ。ロールを助けるためには今すぐ出発だ。正面突破するよ。頭を冷やせ、ロックマン。ブルース、しかしお前は今俺が後ろに近づいたことさえ気づかなかった。そんなに熱くなって本当の自分の使命を忘れてしまったのか。自分を抑えるんだ、ロックマン。体は熱くしても頭の中は常に冷静にするんだ。それが戦士の条件だ。お前の大切なものを守る唯一の方法なんだぞ。うん、分かったよブルース。焦っちゃダメだ。暗くなるのを待ってから出撃しよう。それでいい、ロックマン。俺は神殿の裏手に回る。向こう側なら警備も手薄になってるだろう。見つけおったか、スネークマンよ。出番じゃ。2万年前の地球にそれは落下した。知恵と力の神秘の球体、ラムーンである。
ラムーンに触れた原始の若者は目覚め、強大な力を手にした。そして戦いに勝利した若者は神殿を築き、ラムーンをその頂に祀ったのである。しかし人々は争いをやめず、ラムーンの目の前で飽くことのない殺し合いを続けたのだった。ついにラムーンの怒りが爆発する。見つかったか。ここで戦ったらもっと集まってきそうだ。逃げる方がいいか。右へ行くか。よし、右だ。よかった、敵は追ってこない。ここは鍾乳洞だ。ビート、今さら何を震えているんだ。ここは全身あるのみだ。上に行ってる時にすり抜けよう。ビート、僕から離れちゃダメだよ。だが二度目はないぞ、ロックマン。行くぞ、スネークマン。出てこい、スネークマン。うまくかわしたな。だが二度目はないぞ、ロックマン。行くぞ、スネークマン。左へ行こう。こうなったら戦うしかない。暗くなるのを待つか。見つけおったか、スネークマンよ、出番じゃ。
先に行けない。ダメだ、先に行けない。鍾乳洞だ。ビート、今さら何を震えているんだ。ここは全身あるのみだ。これは岩が上に行ってる時にすり抜けよう。ビート、僕から離れちゃダメだよ。ダメだ、先に行けない。ありがとう、ビート。左の方かな。こっちに行ってみよう。鍾乳洞がお前の墓場だ。ニードルマン、ロックバスター。うわー、コイロックマン、この地下鍾乳洞がお前の墓場だ。ニードルマン、ありがとうビート、心配はいらないよ。僕はここで倒れるわけにはいかないんだ。必ずロールを、
地球を救ってみせる。きっと月の神殿はもうすぐだ。行こうビート。大丈夫かって。あれは回復アイテムだ。やったね。行こうビート。これが月の神殿。ロックマン、お前もここまでだ。誰だ。チェミニマン。俺のジェミニレーザーは無敵なのだ。うわライバルと思っていたお前の力はこの程度のものなのか。負け者か。ロールのためにも、この美しい地球のためにも。俺のジェミニレーザーは無敵なのだ。ライバルと思っていたお前の力はこの程度のものなのか。負け者か。ロールのためにも、この美しい地球のためにも。それももう終わりじゃ。わしは今世界最強のロボットを作っておる。神話入りナンバーワンラトールじゃ。ラトール。そしてそれはもう完成目前なのじゃ。降伏してわしの部下になれ。そうすれば命だけは助けてやろう。降伏なんかするもんか、ドクターワイリー。それより今すぐ電磁波を止めるんだ。そうしないと、もしお前が地球を征服できたところで、この時は地球上の全ての生物もロボットも生き絶えてしまった後なんだぞ。ん？どうしたんじゃ？途中でロックマンの映像が消えおった。ピラミッドの監視カメラの故障です。問題ありません。直ちに修復いたします。まあいいわ。特殊金属を合成するために他のロボットと違い時間はかかったが、地球最強のロボットがもうすぐ誕生する。ロックマン。ん？ジェミニマン。さっき
キの話は本当なのか？本当だ。このままだとドクター・ワイリーは地球を征服するのではなく地球を破滅させてしまうんだ。もしこの戦いにドクター・ワイリーが勝てば彼は死の星の支配者となるんだ。ロックマン、それが本当だとしたらドクター・ワイリーも危険だ。危険？助けてやってくれ。助けるって？ピラミッドの頂上の入り口は罠だ。三の池でお前を溶かしてしまうつもりだ。あの中段の石をずらせば中に通じる扉が。ジェミニマン！ジェミニマン！太陽が、太陽エネルギーが充満していく。ビート、行くよ。こっちに行ってみよう。なぜ全力を尽くして戦わなかった？つまらない干渉に浸って戦いを放棄するような奴に俺のライバルとしての資格はない。まして地球を救うことなんてできるものか。今ここで選ぶんだ、ロックマン。全力を尽くして戦うのか否か。そうか、ロックマン。自分の人生だ。好きにしな。ロック、目を覚ますのじゃ。ライト博士。ロックよ、敵はあまりにも手ごわかった。お前は十分戦ったんだ。決して恥ではない。あとは他のメンバーに任せて研究所に戻るんだ。おお、ロールよ、すまない。おお、ロック、仕方がない。これがロールの地球の運命だったのだ。博士。おお、おお、ついに邪魔者は敗北した。これで地球は本当にわしのものとなったのじゃ。おお、ナムイオ。とどめだ、ロックマン。ロックマン。くそ、エレキマン。エレキマン。ロックマン、気をつけろ。エアーマンは強い。うん。どうする、ロックマン。一度研究所に戻らないか。え？武器もエネルギーも不足している。
このままでは十分には戦えないんじゃないかな。やはり俺のジェミニレーザーこそが、この俺こそが地上最強のロボットと証明された。とどめだ。これがとどめだ、ロックマン。待った、うわっ、うわっ、トウトウ、くそ。ありがとう、ファイヤーマン。気をつけなよ、ロックマン。油断大敵だぜ。うん、油断してたわけじゃないんだけど。疲れているのか、ロックマン。研究所に戻ろう。今の状態じゃ戦ってもやられるだけだ。ここは俺たちに任せて、ロールのそばにいてやりな。ダメだ、僕には。おりゃー、ロックマン、なぜ全力を尽くして戦わなかった。つまらない干渉に浸って戦いを放棄するような奴に、俺のライバルとしての資格はない。まして地球を救うことなんてできるものか。今ここで選ぶんだ、ロックマン。全力を尽くして戦うのか否か。そうか、ロックマン、自分の人生だ、好きにしな。分かったよ、ブルース。もう一度戦ってみる。この地球のために。ロールバスター！いや、そんな時間はもうないんだ。やるだけやってみる。何言ってるんだ。君たちにだけ危険なことを任せて逃げ帰れないよ。やはり僕にはできない。同じロボットと破壊するまで戦うなんて。おお、ロールよ、すまない。博士。おお、ロック、仕方がない。これがロールの地球の運命だったのだ。博士。おお、おお。ついに邪魔者は敗北した。これで地球は本当にわしのものとなったのじゃ。おお、ナムイオ。うん、僕もそう思っていたんだ。出直そう。おお、ロールよ、すまない。博士。おお、ロック、仕方がない。これがロールの地球の運命だったのだ。博士。おお、おお、あっ。ついに邪魔者は敗北した。これで地球は本当にわしのものとなったのじゃ。おお、ナムイオ。そうだね、僕がいなくたってみんなの力でなんとかなるよね。研究所に帰るよ。おお、ロールよ、すまない。博士。おお、ロック、仕方がない。これがロールの地球の運命だったのだ。博士。おお、おお、あ。
ついに邪魔者は敗北した。これで地球は本当にわしのものとなったのじゃ。オーラムイオ。したぞ。だけどワイリーを追い詰める僕たちの前に新たな敵が立ちふさがった。行くぞ。次回最後の戦い、みんな僕に力を。